おはようございます第18回 IGF t f i 総会にいらっしゃってありがとうございますこんにちは私南アフリカザンビアではデメラン・ボレコバンジと申しますこのダイナミックパネルにおいては まず160以上の地域それから国そしてユースの IGF がありますそしてデータガバナンスと信頼の確立という問題に取り組んでいきます信頼できるインターネットと効果的なデータガバナンスの相互関係とはお深掘りします で社会の発展それから持続可能性をサポートするデータの多面的役割についても議論をしたいというふうに思っております。現在ののデータガバナンスメカニズムの効果について データ保護強化を目論む地域の法的枠組みがもたらしうるメリットについてお話をします。で、グローバルサウスとグローバルノースの間でデータ規制の影響がもたらす影響が広がっていますし、それからローカルなソリューションではなく、グローバルな政策の方が有機かつ不可欠と考えられるようになっています。それからデータガバナンス規制の執行メカニズムのための実践的戦略を紐解いていきたいというふうに思います。例えば データサブジェクトに関するデータの利用などについても議論していきたいと思います。データガバナンスが今使われているデータプロテクションポリシーできちんと守られるのか、それからデータガバナンスの文化をどうするするのか、それからカウンタビリティとか、あるいはトランスペアレンシーについて、今のガバナンスの枠組みの能力がそれを増幅できるのかというふうなことについても議論したいと思います。そしてまた どうやってインターネットの分断化の課題それからそれに関連する問題にどう対処できるのかということを深掘りしていきたいと思います、えー、南アフリカのデータプロテクションとエマージングテクノロジーでコンサルタントの CEO をもしております政策それからインターネットのテクノロジーサービスを民官民に対してクライアントがいてそこにサービスを提供しております でそれからオフサイトの私はネサネティ・アサラと申しますけれどもオンラインでもコーチャーがいるという形になっていますでこちらモデレーターオンラインでジョディス・ヘラシュタインアメリカからもモデレーターが参加しておりますのでご紹介しますそれからここに素晴らしいパネルの皆さんいらしておりますけれども何をしようかと言いますとまず パネルの皆さんにまず自己紹介をお願いしたいと思っておりましてそして最初の質問としては自己紹介に入れていただきたいんですけれども地域の NRI の 観点から見てどういうメカニズムが今その地域に存在しているのかということを説明していただいてそしてそれが機能しているかどうかについても教えてくださいお名前とそれから皆さんの出身それからその存在しているメカニズムについてご紹介くださいありがとうございますジャミーさんチャールズ・サバーンと申しますえ中東のショ 商標アソシエーションから参りましたアラブの IGF のメンバーでありましてヨルダンから来ていますで、ご質問に対しての答えですけれどももちろん多くの法律がこの中東にも存在しておりましてガバナンスの問題に対応していますしプライバシーにも関係しているものがありますしかしこの GDPR が全員に適用するようになってこの地域の人間はそれぞれの法律を作ろうという努力を始めました 実践的に考えて法律として紙としては存在しているんですけどもあんまり使われてないという法律もあります。なのでアラブ IGF としてはまず最初申し上げたいのはアラブ IGF は実は来年の2月にミーティングをしようというふうに思っておりましてデータガバナンスのこともテーマとして取り扱いたいんですけどもちょっと実際にこの トラックの内容について、ご紹介を読み上げてしてみたいと思います。で、アラブ igf のシェアリングコミュニティの方もいらっしゃるので。その参加いただきたいんですけども、データが重要になっている。そしてまた！ データが集められておりそしてユーザーやクライアントなどが集めるそして使われることによってその価値が決まっているデータはそれ,ぞれそれ自体がデータ経済となっているそしてモネタリゼーションのためにデータが集められているである組織にとってそのデータから メリットを享受するということもあるけれどもしかしながら個人の権利を守ることも重要であると自分に関して集められるデータについて自分が権限を持つということが重要であるとですから個人のバイオデータのみならず習慣あるいは共和 挙動それから人工動態的なデータについても集められていると。サイバースペースやインターネットのデータがそのような形になっているので個々人が自分について自分のデータがどのように収集中されそしてどうやって操作され分析されているのかを知る権利があるそしてまた内容に関して動揺できない場合には不満を言っていく場所が必要であると。で権利 組織の権利それから個人の権利の間のデータの利用に関するバランスをきちんと取る必要があるとよってアラブ IGF はこの問題に対して取り扱いと思っているというふうな表明をしていますですのでこのステークホルダーの皆さんとそういった話をしたいというふうに思っており何かの形で紙を発表したいと思っています皆さん おはようございます ICT アフリカのアリサン・ギルウォードと申しますシンクタンクに勤めておりますケープタウンで、えー、その大陸全体にサービスを提供しておりましてまたマンデラスクールケープタウン大学でデジタルエコノミーソサエティを教えておりますアフリカ IGF を代表してこの場におりますけれども今日は特にアフリ AU のデーータポリシー枠組みについいいててお話をしてほしほととうことでありましたでテクニカルアドバイザーとして私機能しておりますけれどもで信頼というふうな話に関してはいろんなメカニズムが必要であると信頼情勢のメカニズムがいるというふうなお話がありましたがそれはまず家庭条件があって成熟した民主主義成熟した市場そして法の支配が普遍しているというのが全 そしてててままた人,間人権がが守られいいいるととうことが前提になっていますしかしながらこういった前提状況は他の地域には必ずしも存在していないというのが実情です。なのでアフリカのデータユニオン失礼アフリカユニオンのデータ関係としては非常に高次な原則ドキュメントを出しています。 でこれはまだ野心とか野望レベルでありましてで権利をベースにした原則というふうになっているんですけども同時にまたこれをやりましょうというコミットメントも書いてあります。 今のところしかしながら各地域の格差がありますのでそれを揃えておこうということですそしてデータポリシーフレームワークというのはデータ保護フレームワークよりももっと大きなものだと考えています GDPR が導入されたことによってアフリカ大陸においてもデータ保護をしなければいけないそういったメカニズムを作らなければいけないということになっておりますけれどもこのドキュメントあるいは枠組みというのは個人それから人間ではないデータにも関わるものであって信頼できる環境 作って人とは関係ないパーソナルではないデータも交流できるようにしていくというものでありますからデータガバナンスの枠組みというのは包括的なものとしてデータアクセスコントロールそれからオープンデータガバナンスメカニズムなどで守られるものでありますけれどもそれによってこのアフリカ大陸のデータ経済が作られるものなんですけれどもしかしながら同時に まずこの前文に書いてあるんですけどもこの文書のデジタルレディネスそれから法的な人権関係の,そのデジタルに対すするる準備度がが重要であるとといいうことが触れられらていますしかしアフリカ人のうちの3分の1だけしかインターネットには接続しておりません。なのでまだ信頼された環境トラストテッドエ,エンバーラメントというのは極めてまだそのある。 限られれたた人たちにしか提供されていないなものですですから今後進歩的にどんどんとこの状況が進んでいくと思いますけれどもそういう意味では包摂それから平等というものも重要になっている。 いいくという,ふうに思いますそしてそれが人々の背中を押すような環境になっていかなければいけないと思っておりましてデータ保護データセキュリティのチェックボックスでこれは OK これは駄目というふうにチェックしておりますけれどもしかしながらそれがあったとしてもその信頼が別にデータ保護ができているからインターネットがセキュアだから出て,き出て得られるというものではないわけです。ですので人々がこれは信頼できる環境だと信じられないとダメなわけです。 ででは同じ質問ですラウルさんお願いいたしますラウルさんの地域においてどのようなメカニズムがありますでしょうかまたこれは効果的でしょうかラウル・エチュベリアと申します。ラテンアメリカ・インターネット・アソシエーションのセクラテリー・ジェネラルをしております。本日はラック・ i g f のコミュニティを代表して参加しています。ラテンアメリカは フレームワーク法的なフレームワークをデータ保護向けで提供していますそ,そしてレファレンスもありましてこれも強化のものですし人権に関しますインターアメリカンの基準標準というものもできていますデータ保護のレイヤーというのは権利の保護に基づく内容になっています したがってしっかりとした機関制度というものがありますほとんどの国において法律もありますデータ保護に関します法制度ですそしてデータ保護の当局も独立した機関でそのようなリジョンのフレームワークもございますそして当局間のこの地域での協力関係もできていますデータ保護法ですが ここちらはこの 2, 3年の年間に重要な側面を持ってまいりましたそして最近改定されておりましてこれが CDPR に関しましての改定となっていますそして、まあ、ディスカッションもほとんどの国で行われていますしそれぞれのお枠組みの改定を行っています各々このオフィールドにおいて先進的な取り組みもありますし ですが枠組みだとかに関しましても定期的な更新が必要になりますそのためのディスカッションがいくつかの国で行われています場合によって我々はデータベース経済に生きているということがありますけれどもそれは真実ではないと思います 我々はデータベーース社会に来ていると思まます経済だけではありませんデータがあらゆることに重要ですあらゆるサービスに重要です公的セクターもそうです、えー、教育分野もそうですなのでしっかりとした法的な枠組みを設けでデータを管理する。 そしてデータをさまざまな機械で利用できるようにする、信頼できる形で利用できるようにするということが重要だと思っています。ありがとうございます。それでは、えー、チャンスさん、えー、チャンスさんの地域においてはどうでしょうかチャンスさんの地域ではこれは有効に機能していますかありがとうございます。こんにちは。えー フランス語でお話をしたいと思いますあロシアンです IGF フランスを代表して参加しておりますおはようございますまず自己紹介からですルシアン・キャステックと申しますパブリックアフィアパートナーシップフィニックに所属していますまたコーチアでもあります IGF のフランス のこれは国の組織ということになります。そしてもう少しウィクテンシュタインの引用です。哲学というのはインテリジェンスを巻き込み言語でそれを表現することだというふうに言っています。今現在インターネットまたインターネットに関します議論を行っていますデータガバナンスに関しますディスカッションを行っています。 インターネットを理解しよう私たちと望むインターネットの議論をしているわけですその際に既存のデータのを理解する必要があります政府のデータもそうですそして信頼という概念これがどういった意味を持っているのかということも考える必要がありますこういった点それぞれに目を向ける必要があります毎日使っていることでありますが 全く気づかねずに理解しているもものでもあります技術的な視点でもそうですし社会的な意味でも、うん、理解せずに利用しているものがありますサイバーのスペースサイバースペースのセキュリティとまた基本的な自由権利、えー、の保護これのようなものは緊急の責務でもあるわけですけれども つまりその2つには交差する点があってこれは2030年のアジェンダでもありますしまた20年、えー、情報社会に関します未来サミットに関しましても議題になっていますまたグローバルデジタルコンパクトにおっても議題になっていますフランスは EU の加盟国になりますさまざまな法制度がありまして今現在交渉が行われるものもあります ままななくここれは実施、えー、行とということになりますデータプレト保護に関しましては GPRP というものがもう数年にわたって行われております。これがもう影響を与えています。そして先端技術に関しましての規制についても特に AI の規制のネゴシエーションが行われています。デジタルサービスそしてデジタルサービスのマーケットまたデータガバナンス法に関します。 議論でですすがが基盤ができていますこの基盤をもとに国民の参加だけではなくて国家のデータカバランスへの参画が謳われていますさまざまな戦略がございます最も重要なのは誰もが役割を果たす市民も含めてということですで戦略ですがこのように単に、えー 一次二次教育だけではなくて障害,障害教育にわたって我々全員が今後どういったことが起こり得るのかということを理解するように理解をしてそしてアクションを起こすすなわち何が今問題になっているのかということを理解してデータがそもそもどういったものなのかということを理解するということが極めて重要であるとこれまでフランスの法,法,令法律もありますが こちらはデータの操作のに関します法律が2018年に施行されていますデータの使用に関しましてまたその子どものオンラインでの保護だとかそれから人種的な憎しみを増幅しないようにということでそういった意味ではデータカバナンスというのは極的な自由であってそしてデータの流通ということも重要だと考えていますもちろんこれは我々が国 または地域の GDPR であったとしてもこのような国際的な議論の場において重要な役割を果たすということが重要です。全体的なビジョンに関しまして我々の文化そして多様性というものが尊重されるようなものにするべきだとと思いいいいまますすありがうござチュュアンンささんんではこのの後方からお願したと思います。 今現在、えー、そちらの地域ではどうなっていますか ?NRI ではどうなっていますでしょうかデータガバナンスに関しまして、またその信頼という意味においてはどうでしょうか皆様、本日はこのような機会,機,会機会をいただきましてありがとうございます。情報をお共有できることを嬉しく思います。私はデータのセキュリティ 正確性そしてタイムリー性ということでお話をしたいと思います私は中国出身ですリュウチュアンと申しますチャイニーズアカマリムのサイエンスそして IGF に所属をしております中国にはたくさんの人が住んでいまして社会としてもデータを求めています 人もデータをどのように利用できるようにするのか特に革新的な発見に対してまた社会のメリットのためにそこでまず実は最初に考えるべきはデータの質ですどのように高品質のデータを利用可能にするのかこちらが一つの問題になっています 科学的にます。また一方で民間部門においてもこちらは知財だというふうに見なされていますのでどのように知財としてのデータすなわち知財を守るというところと、えー、ま開放的に共有するということの間でバランスを取るのかもう20年にわたりましてそういったディスカッションをやってまいりました。そして中国はオープンな サイエンティフィックデータポリシーというものを出していますこれは国家としてのデータの政策になりますそしてそのためのインフラを構築していますデータセンターを作っていますそこでデータを集めますそしてレポートで9年前にそのレポートも出していますそれ以外にも原則を出していますガイドラインもそうですそして政策標準 そして管理のための手順というものも出しています。これまで1000以上の文献を発表しております。そ,そして1000万以上のデータが100以上のに国々から集められ、それを利用できるようになっています。このデーータタセンターは 我々のそのデータシステムデータセンターを承認する立場にもありましてその o v ス2 0 1 8年においてイーサイエンンスチャンピオンの賞、えー、を受けておりますでこちらの成果物というのは我々はそのデータに関してたくさんのデータがありますので、えー、混乱を生みますどどれれががが質が高いのかどれが 他のユーザーにとって信頼性のある形で利用できるのかということを理解する必要があるとそこがデータガバナンスの鍵だと思っていますそれからもう一つ大きな課題はデータがどんどんできて生まれていますどれだけのデータを研究だけではなくて社会に利用できるようにするのか地元の人々そして損なくな人々 そこで我々は新しい GIS というプログラムを開始いたしました。Geography Indication Environment and Sustainability というものになりますそれ。そこで101のパートナーがこのプログラムに参加しています。そしてデータをオープンにし、そして知識をオープンにし、そしていくつかの,その事例というものもオープンにしています。ビッグデ,データを使って また IoT のテクノロジーを使っていますまたエンジニアリングにおいては体系的な管理そして知理学の専門家が一緒になりまして17の事例というものができておりますこれが大変うまくいっています60万以上の損落の方々がデータ それ以外にも顧客もいい製品を受けるようになりましたオープンデータを利用してまたオープンナレッジを利用してですでまた GIS なテクノロジーを OCOP プログラムに提供しています OCOP というのは ワワンカンンカトトリリーププライオリティプロダクトを意味していますいくつかの国がすでにこの自由なテクノロジー無料でのテクノロジーを利用しております国家の農業開発のために利用している国もありますバングラデシュネパールパプアニューギニア以外にいくつかありますアジアとそれから太平洋地域です皆様今 の世界社会といいうものはデータが中心になっていますこれは課題でもありますけれども機械でもあります。我々は適切なフレームワークを設け IGF の枠組みを使いグローバルスケールにおいてデータのガバナンスを,を管理するそしてまた各国地域のレベルでも管理をするとで我々もそれに貢献したいと思っております。 出身地あるいはどういうメカニズムがどういう状況になっているのかという意味で大変興味深い多様性が得られましたね。一つのマーケットベースのデータガバナンスを作るというふうなところもあればそうではないところもあるというところでアフリカの自由貿易協定を見ますと。 多分単一市場を作ろうというふうな動きになっていると思うんですけどもそれってデータ保護に対してどういう影響があるのか一つの法律だけで済むことなのかそれとも経済開発も考えなければいけないのかというのもあのアフリカにとっては経済開発がとても重要なのでそれはどうでしょうかアリソンさん。はいとても au のデータポリシーフレームワークでそこは重要視されている部分なんですけれども例えば他のデータガバナンスとかデータ保護のフレームワークを見ますと特に保護の方を見ますとそのフォーカスがこまずプライバシーという第一世代の権限人間の権利に関してフォーカスを追っています。データ保護も もちろん情報へのアクセスが自由に行われるとあるいは表現が自由に行われるということに関しても重要視をしているんですけれどもそういうことをまずデータ保護とうまくバランスをとってやるということが重要になっています。個人化されたノーション GDPR からその 概念をその使っていってそしてその OK をされたものにしか情報を収集してはいけないというふうなことをまず基本にしていますそしてもちろんアフリカに関しては重防器協定をすることによって一つのデジタル市場ができるわけですからものすごく大きなチャンスになるわけですですからそれを知った上での政策を作っていくということが重要でそのためには信頼が大変重要になります特に第三世代の 権利にについいいてててもここれは勘案してやっていく人があるということうなりますなので枠組みを見ますと例えばデータアクセスを担保するそしてまた大陸つまりアフリカ大陸でもって今国の主権とかローカライゼーションを狭く定義したものをもっと自由に物が流通できるようにするつまり今90%ぐらいのそのフローが 大陸から外にに出てていいるるというなうな一方通行のデーータフローになっているんですけどもそれをデータを自由に域内で流通させることにして AU の中でもっと流通させようというアイデアがありますなので政府にとってはそれを実際に行うためのトレーニングとかキャパビルのためのアクションプランを作りましょうとかあるいはきちんとそのトレーニングをしましょうとかそれからネットワークがデータプロテクション全体で行われるようにその 大陸の中の中トレーニングをを行いいいましょうというととなことを考えています。で、今のデータガバナンスというのは他のものがあるということが前提になって作られておりますけれども私たちアフリカで言っているのはそれはそ,のそういったものがない国にとっては非常に メリットというよりはデメリットの方が多くなる可能性があるという議論をアフリカではしています。それから同時にチャンスの分配もやはり何も他に揃っていない国の方が少なくなるということがあります。デジタル的に発展している国の方がメリットも得られる。しかしアフリカはそうではないという状況についても議論をしています。ありがとうございました その非常に重要なデータフローについてのお話もさせていただけましたよね。でもちろん例えばプロトコールがどうなっているとかあるいは DNS がどうなっているかということとデータのフローというのは関連があると思うんですけども。 多分オーディエンスの皆さんどうでしょうか信頼とデータ処理それからデータガバナンスこういったものについてはどういう関係があるのか教えていただけますかありがとうございます非常に重要な情報質問いただきました先ほど今先生の方からもありましたけれどもインターネットでもいろんなことをやらなければいけないと思うんですけれども DNS の話がありましたけれども DNS が始まったのはドメインネームシステムとしてまず知財 が出発点だったんですねサイバースコートでトレードマークを守ろうというふうなものだったと思うんですけどもでも DNS の定義というのが変わってきているんじゃないかというふうに思いますヨーロッパにも定義もあるそれから最近ヨルダンにおいてもデータプライバシー法の中でこれを扱うようになっていますこれも DNS との関係ということになるわけですなのでバランスが必要です法律とか協定の間で。 でまずはプライバシーを守るとそして同時に明らかなメカニズムで権利者が必要なプライベートデータにアクセスができるようにしていかなければならないというこの2つのバランスは重要だということです。プライバシーはとても重要ですですからそれは守らなければならない DNS の中でもでも同時に皆さんご存知だと思い,思いますけれども IKEAN のプロセスなどを見るとものすごく何をするべきかす,すべきではないかということを IKEAN などでディスカッションを20年以上ディスカッションしてます。 していますけれどもただそれだけではなくてドメインネームでこれは悪意で使われているドメインネームに関してはちゃんと私たちがそのリーチできるようにしていく必要があるというふうに思っています。で DNS の乱用に関しては最近まあ目的によっては承認されているんですけどもインターポールによって。ただ 先ほど申し上げたようにサイバースクワッドのみならず例えばある活動でドメインネームあるいはドメインネームシステムあるいはプロトコルやデジタルアイデンティファイアでその 何か悪意あるいは詐欺的なことをやろうとしているようなものを使っている人がいるとしたらそれを定義をして検出をしてそして何らかの対象を対処していく必要があるということはまさにそういうことになるんだというふうに思います。で実践的な点に関してですけれどもありがとうございましたそうですよね。本当に素晴らしいパネルメンバーにして私はラッキーですけれどもじゃあ次に私はさんにお願いします。 クオリティコントロールそれからリサーチということで先ほど2人のスピーカーがおっしゃいましたけれども経済的な側面においてもそれからそれ以外の側面においてもこのサイバーのスペースは重要になっているで個人データそれからそれ以外のデータなども非常に重要になっているということなのでその保護とそれから今後 そのどのようにインターネットが展開していくのか仕事の将来どうなるのかということとバランスを取った形で進んでいく必要があると思うんですけれどもリサーチという意味においてはこの観点についてどういうふうに思いになりますかはい、とてもいい質問ですねデータクオリティのコントロールについては3つのスタンダードが必要だと思います1つは原則の枠組みが必要ですガイドラインであるとか それから標準手順が必要ですそしてピアレビューが必要だと思いますなので3つのそのピアレビューの段階がありますで1番目2番目3番目ということでなので何か対立があればまた第4段階というものでもっと確認をしていくということになりますそういう枠組み あるいは構造あるいは手順でもっとやっていく必要がありますそれから2番目にプロフェッショナルのチームを作ってレビューをしていくということが必要ですデータマネジメントに関してですねなのでトレーニングプログラムを持っています新しいデータとか新しい課題が出てきた時にどうしたらいいのかということをそのトレーニングプログラムを作る人たちも含めてプロフェッショナルで 議論をしていますで、その中にはユーザーなども入れていくということになりますそれから3つ目ですけどもユーザーに対してその情報を出して彼らが欲しいデータのクオリティでもって情報が出てるかどうかというのはフィードバックをもらうということですこれが鍵だというふうに思いますデータユーザーが満足しているかどうかということがデータクオリティがいいか悪いかということが決まる鍵だというふうに思っています そううですねおっししゃる通りだといいううに思いましたただラウルさんどうでしょうかこういうお話を聞いていらして、うん、その経済的な要素で大きなテック企業に関してはどうでしょうかラテンアメリカにおいては多分グローバルサウスとかあるいは開発途上国の観点からの観点があると思うんですけれどもこの経済的に信頼 それから今後持続可能な形でこの展開していく上でのバランスをどのようにとっていくかつまりプライバシーとか人権とかを守りながら経済的に発展していくという意味ではどういうふうなお考えでいらっしゃいますでしょうかお伺いをぜひご意見をぜひお伺いしたいですすすすああ、はい、ありりがががととうございままデデーータタは流れるるるる必必要要なわちデータを利用できるようにす,る必要があります。 サービスのためにまた商業的な取引に関しましてもそうですなのでこのような法的な枠組みの目的というのは自由な情報の流れを安全に行うということにありますなので法的な枠組みというものはあらゆるステークホルダーにとっていいものでなければなりませんまた さまざまなステークホルダーとディスカッションする中でそういったことは理解しておりますラテンアメリカにおいては国境を,を超えるような構造というものは例えばヨーロッパのものはありませんなのでラテンアメリカとカリビアにおいて30以上のま国があるわけですけれどもデータのお流れを 特に経済の開発この地域のための経済開発に生かすためにこの地域での法律が必要になると思いますそこで時間をかけて政策立案者との話も行っています各国そして地域の IGF がそのような中であらゆるセクホルダーとオープンな議論を行っていうことが重要です政策立案者は 人の権利を守るということとまた実際にそれに対しまして全く逆の影響を与えるような場合もありますのであらゆるそのステークホルダーをその政策のディスカッションの中に含めるということが重要だと思います。あ、はい、ありりががととううごござざいいまますす、はい、ではルシエンさん 法的な検討事項といたしまして共通のビジョン人間中心そして包摂的な情報社会の構築というようなものがあるわけですがそのデータガバナンスだとか信頼ということに関しましてもし法的な検討事項を考えるときにまたその影響を考える時にアンティトラストの行動 こちらは当然ながらその信頼に悪影響を与えるわけですが NRI の視点またはグローバルの視点から特にも EU にいらっしゃってまた GDPR の専門家でありますからどのように思われますかありがとうございます、えー、大変素晴らしい質問だと思います我々はバランスを取る必要がありますこれが極めて重要です 法的まだそのセキュリティの面においてそして透明性こういった項目がまず基盤にあるというセキュリティを達成するためにそして透明性を達成するとこれが基盤ですそして最終的にはユーザーがデータと データに関しまして我々が何をしているのかということを理解してもらうということそして法的、えー、枠組みに関しましても理解をしてもらう必要があります EU のレベルにおいてはご存知のように、えー、2030に向けましたディスカッションを行っておりましてたくさんのアジェンダがあります欧州委員会において、えー 今現在、インディケーターというものを採用し、デジタルトランスフォーメーション EU として、さまざまなガイドラインを提供することで、加盟国にそのゴールの達成を求めています。その中でもデータの自由な流通というものが謳われています。すなわち、これはデジタルをオーバーホールするということ、そして変革をするということです。デジタルガバナンスの話ですが、先ほどの質問に移りたいと思います。透明性が不可欠です。 データの流れについてそしてまたこれをオープンで中立的なインターネットに、えー、維持するとそしてまた相互運用性があってまた信頼できるというデータというのはリソースであってまた課題でもあります。この18今回の18回の IGF でもたくさんの議論が行われ マルチステークホルダーのアプローチで開講が行われました。そこでさまざまな意見を伺いました。文化的な多様性、言語の多様性、アイデアもそうです。さまざまな形でガバナンスのモーナリティというものもあります。そしてデータについては、同様性、まあ、データの類似性、 そしてオープンソースであるということ、これも大きい必要になります。そしてそれぞれの特徴,特徴がありますが、インターネットにおいてどのようなソリューションがその世界のガバナンスで利用できるのかということも検討する必要があります。我々は特に GDPR において 明確な透明性への条件というものも謳われております。そしてデータリソース、そして信頼性のフレームワーク、あらゆるそのステークホルダー、デジタルビルジチェーン全体にまたのものになります。これがまさに中核的にありまして、それをもとに信頼性のあるインターネットというものを構築すると。で、インターネットというのは、先ほどのその、 哲学者の印象もしましたけれども今後に関しましてこの問題のソリューションとして、えーえー、ありがとうございますということは、えー、人間中心であってそして透明性ということですねこれがまさに将来だと私も思います我々がグローバルのスケールで達成しようとしてはまさにそういったことだと思いますではこのセッションにおいてはこの後また 会場から質問などかコメントを受け付けてできるだけ双方向のディスカッションをしたいと思いますでは1回目の Q1 での時間を設けたいと思いますけれどもオンラインで質問がありましたらまたそれも受け付けたいと思いますそれから会場の方では手を挙げてもらえますか2人3人ではまずはオンラインの質問から始めたいと思います そしてその後会場の方々の質問を受け付けたいと思いますありがとうございます、えー、クリスさんから質問が来ています中学の女性に対します質問ですデータの質の話をされましたそれからまたデータインテグリティのお話、えー、ですけれども何かその韓国 データの完全性ののののガバナンスに関しまししままての感覚といううはありますでしょうかデータのインテグリティ、えー、ということが議論の中から抜け落ちていることがありますけれどもいかがでしょうかチャンさんありがとうございます多くの方々がデータのクオリティに関心を持っていただいているということで嬉しく思います我々の経験からお話をいたしますと サイエンティフィックアカデミーにおいて様々な取り組みを行っておりますまた国際的な機関、うん、データシステムに関します機関だとかそれからインターナシティのサイエンスカウンセルとそれからまたコーデータサイエンスのテクノロジーのコミュニティというものもありますまこのような機関と一緒になりましてフレームワークを作っ,ていって ました。この枠組みには原則が含まれています。そこにナイロビーのそのデータ共有に関します。まあ、原則も含まれています。ガイドラインもございます。まあ、これは開発途上国から学んだ。それからまた o e c d のガイドラインもあります。また開発途上国の原則というものもあります。 私はその開発途上国の議論に関しましてのコーチェアとしてさまざまなディスカッションに関与してまいりましたで何が運用的にまたその手続きとしてそのデータのコントロールに適しているのかというような側面からディスカッションをしてまいりましたそして標準ができていますいくつかの規則だとか ルールだとかどのようにチェックをするのかだどのように、えー、データ特別なデータの評価を行うのかだとかそういったものがありますでこれはた,たくさんの組織とディスカッションした結果成果物として存在するわけですで中国で、えー、利用しているものが特にその開発途上国に関しましては適しているかもしれません特に南アフリカでは えー、ケーブタウンの大学ケーブタウン大学とそれからアジアの国においてまたメキシコ大学もそうです USSD もそうですで。ということでこれは利用可能になりますのでこういった形でデータのコントロールを行うそしてデータのパブリッシュを行うと1 0 2 5のパブリケーションがございますけども特に誰も苦情というのは出しておりません。 ではまず参加者の方からご質問どうぞ。ありがとうございます。アルコポールと申します。オランダから参りました。またオランダの LRI の代表でもあります。数年前ですね。今 KPMG で AI プラクティスの担当をして仕事をしています。ちょっとデータガバナンスについて。 私たちがどう見ているかをお話します今朝一つセッションがあったんですけれどもインターネットの起源についてということでそれはデータガバナンスにも同じようなことが言えるというふうな話がありました。インターネットはインターネットエクスチェンジポイントをベースに育ってきました。 なので同じようにデータでもそれができるんじゃないかという話があったんです午前中のセッションでアムステルダムデータエクスチェンジのことが言われましたそしてそこでは同じようなことがデータセントセーターでもインターネットエクスチェンジポイントがそのデータでもできるのではないかというふうなことが言われていて そういう意味ではインターネットエクシェンジポイントというふうな形でもって同じようなインフラをデータにも作ってそしてデータサイドをそれぞれつなげていくということがいいんじゃないかというふうな議論がありましたなので私の質問なんですけれどももうちょっとこのオランダでやっていることに興味があれば私にご連絡くださいということが言いたくてマイクを取りましたありがとうございます ありがとうございましたそうですねパネルの皆さんから接触があるんじゃないかと思いますまたこの部屋にいらっしゃってる方でも今言われたようなものに対して協力があってエコシステムを拡大するためのコラボレーションをしたいということであればあの方に接触してくださいねそれからレッツゴッドに行きましょう私の後ろ側にいらっしゃる方どうぞ どちらからいらっしゃったかご質問もお願いしますジャッコム・マッツォネと申しますイタリアの IGF の人間ですけど今伺ってましてルシアンが欧州の例としてご説明されたことがありますよねつまり連結されたデータに関するフレームワークこれは面白そうだなというふうに思いましたこのモデルというのはよそでも使えるでしょうか つまり来年未来のサミットというのがありますけれどもデータトランスファーというのもその中で一つ議論の議題になっているという提案がされていますけれどもどううううででししょょ横展開についてどうでしょうかどかちらからいらっしゃるか質問もおっしゃってくださいねそれからどなたにご質問をしたいかも加えておっしゃってください。 どうぞそちらから右側から左側の方にいいですか私の方ではいナザールと申しますニコラス・クラマーと申しますナザール・ニコラス・クラマですタンザニアの IGF の人間なんですけどもまたインターネット・ソサエティタンザニア・チャプターのプレゼントをしています私の質問はデータ・ガバナンス政策についてポリシーについてです 私たちとしてはものすごくデータセンター大きなものがあってでそこが集中的に限られた会社が持っていてまあ片手で余るようなグーグーとかメタとかそれ以外のまあ少しの会社でもってそういったデータセンターはその全部牛耳られているわけです。でそこでデータの処理などがされています。 でもデータ主権という問題が今出てきているわけなんですけどももしもそのデータが限られた会社にだけ集中しているということであれば政策としてデータ主権というのは好ましくないと思いかねないと思うんです。もう既に限られた数の会社がデータを保有しているわけですよね。 でそういった会社がデータ主権を守るような形では挙動したくないということであればこのデータソブリンティーというデータ主権という概念とそれから今の現状とこれは分局化してしまう可能性があると思うんですがそれについてはどうお思いでしょうか。ありがとととうごごございいままししたお、ね、お名前とご所属とそれからご質問お願いします はい、アンドロ・カンプラムと申しますパブリックポリシー PR コンサルタントをしています公共政策の PR コンサルタントなんですけども興味深いお話だったなと思ったんですがスタンダードが変わることによって データがが失われてしままう可能性があります特にメタデータが喪失ししまうと例えばトラフィックトレンドとかあるいは悪い活動とかコネクティビティなどを見ているようなそういったメタデータがなくなってしまう可能性もあります。それから規制とかあるいは法律などで守られないということになります。なのでそので信頼というのは テクニカルコミュニティが一般的に管理をしている標準規格設定団体にはあまり存在していないような気がします。ということで我々としてはやはりちゃんとしたエンゲージメントをしてどうしてこういう標準設定機関が例えば ITF のようなところが IGF にも来てくれてスタンダードについてその開発について話をしてもらえるようなことができないのかなというふうに思っています。じゃあもう一つ質問をとって。 から質問の方にしましょう。いずれにしても。もう1回ぐらいのラウンドをしたいので、どうぞ。あの方の質問が終わってから。はい、どうもありがとうございます。シャボヤンと申します。中国のものなんですけども、私たち私の組織は風ンステ,テュートと申します。非営利のリサーチセンターで。 シャドン・リー先生というアイカムにいらした方の資金から成り立っています。で政策とテクニカルリサーチをしておりますけれどもその中でデータガバナンスというのは分野の一つとして研究が行われている分野でして IGF にも私たち中国 IGF のコミュニティにおいてもそれからそのユースにおいても協力をしています。でつ質問なんですけれども。 アリソンさんこの発言発音でいいでしょうかえ質問です過去数日間よく データガバナンスという言葉そのスコープとかある,いたあるいはそのデータガバナンスの言葉の持つ意味が変わってきているというふうなお話がありました。でデータプロテクションのみならずアクセスもそれからデータの質もそれ以外のものも全てこのデータガバナンスに入っているのだというふうなお話をされました。100国,100カ国以上がもうすでに デーータルールを公表していままますすす私たたちの分析によりりと似た文献もあります例えば個人,に個人の自分のデータに対する権利などはルールが非常に似ています。ただ一方でパーソナルデータの定義というのは国によって全く違っているというふうな状況もあります。 それからクロスボーダーのデータの流通に関する法律に関しても学校によって異なっているというふうな状況があります。ですのでやはりデータガバナンスに関して規範とかフレームワークというのが欲しいんですけどもしかしコンセンサスができるのかどうかというふうな疑問があります。ですので私の質問ですけども皆さんどうでしょうか。現状私たちが国際的な 規範それからフレームワークをデータガバナンスについて持つことができるのかもしもう答えがイエスであればこのコンセンサスに私たちはどう貢献ができるのでしょうかで GDC に関してですけどもデータガバナンスの文面というのはどういうものになるでしょうかというのも聞きたいと思いますそれが質問1つ目です。つ目はポールさんと ユック・チャンさんに質問なんですけれども国際的なプラットフォームとか組織例えば IGF とか OECDAPEC あるいはワールドインターネットカンファレンスとかさまざまなところがデータガバナンスについて議論をしておりますけれどもメカニズムとして定期的に彼らの成果物を集めるというふうなものが必要ではないでしょうかというのも こういったミーティングの参加者がおっしゃっているのは最初から議論をするのではなくてコンセンサスがあるいは他のところの成果がここまであるというものが存在しているのであればそこをスターティングポイントでまた議論をするべきではないかというふうな話がありました。NIR はですからこういうふうなメカニズムとかプロセスに貢献をするべきではないかというのが私の質問です。ありがとうございました I do hope ありがとうございます。パネルの方々、質問に関しましてはメモを取っていらっしゃいますでしょうか。では最初の質問から。はい。で今回第1回目ま質問を受け付けましたけれども、まずパネルの方々から回答いただきたいと思います。そしてまた2回目の質問の受付をしたいと思いますけれども、どうぞ。 はい、たくさんのコメントをありがとうございます。また質問もありがとうございます。先ほどの方の質問に対しまして回答したいと思います。バランスを取ったアプローチ、開発とのバランスということですけれども、そのような点に関しましてコメントをすることはタイムリーだと思います。開発と権利の間にはトレードオフの関係というものがあります。そこで 開発のニーズ、人、経済、そして社会の開発のニーズ、そして法的の枠組み、そしてまたリスクとしてですね、ポリシーだとか他の地域のポリシーをコピーペースするということにはリスクがあると思います。そもそもその地域ごとにニーズも違いますし、目的も違いますので、例えばロテンアメリカの地域、えー、と、 まあ、アフリカの話はできませんけれども、地域ごとにそれぞれニーズは違います。それがまず第1点目。それから2つ質問がありました。GDC、データ、新しいメカニズム。そうですね、新しいメカニズムが必要だとは思いません。おそらく GDC の中にはデータ保護、 も含まれますしでこれはあすなわちまあ、原則という意味においてですかそ,それからさまざまなアプローチがデータ保護に関しましてはあります全てが有効です西洋においては GDPR がありますしこれはよく知られていますでもそれだけではありませんしそれ以外のアプローチもありますこういったま全ての法的な枠組み 絵が有効ですし、そして様々な国の間での調整だとかということを行うということであらゆるものをこう総合運用性を持,つ持たせるようにするということそれからまたデータ試験に関しましてはコメントはしたくはありませんその点に関しましては時間がありませんのでこれは一つの定義ではありませんし共通の理解がそもそもデータ試験にはないと思います。 そしてデータのローカライゼーションに関しましてもこれもひどい悪いアイディアだと思いますデータのローカライゼーションというものを共有するというのは特に小さな企業だとかまた開発途上国に関しましてはその点に関しましてはディスカッションが必要なんですけれども時間がありませんので細かくはお話をいたしませんそれから標準については それが必要かどうかっていう点ですがデータ保護に関しましてですよね例えばそのデータ保護のに関係する当局うーまずインターネットのアーキテクチャを理解してそれがど,どのようにそれが機能するのかというとを理解してもらうということがまず先であってそしてもちろん政策立案者というものは このような政策に関しましてディスカッションするときにはそもそもインターネットがどのような機能しているのかということを理解するということは必要だと思います。ではこの後アリソンさんから回答いただきたいと思いますしまた GDC のアプローチに関しましてのコメントもいただきたいと思います。もしアリソンさんがそれを回答される中で GDC とデータガバナンスと信頼に関しましてコメントいただければと思いますが実際にその共通のアジェンダに関してデータ保護プライバシー、えー、について言及いただければと思いますまたその後二2つ目の質問に移りまして、まあ、データ保護だとか そのような範囲に関しましてお話をしたいと思います。では、アリソンさん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほどの質問に関しまして、私に向けての質問がありましたので、富士インシチュートの方ですよね。はい。できるだけ簡単に GDC も含めてお話をしたいと思います。多岐重要な質問だと思います。ありがとうございます。データウェアハウスだとか、それがあるなしということだとか、このような問題です。 そしてデータ試験の話もありましたデータはアフリカ大陸の外に出ていってですねアフリカ大陸の外で保存されているという現実がありますそこで相互,相互に恩恵を受けるような魔法的な枠組みが必要だと思いますアフリカ連合に関してはアフリカ連合での研究を求める話をしますけれども先ほども言いましたようにこのような基本的な 基盤的なインフラが必要だと思っていますブロードワンのインフラも必要ですしデジタルインフラも必要ですそしてデータインフラも必要ですまたあデータあデジタル ID の仕組みというのも必要になります、まあ、そうすることで人々が相互作用できるように公正に相互作用できるようにそこで今現在データのインフラが 大陸の中ににおおいいても不公平な状況ああるととうことがありますおそらくデータ世間だとかローカリゼーションという非現実的なノーション概念というのがありますがでこれは各国のまず優先事実としましてはそれぞれの国がデーターウェアハウスというのを設けてそこでデータを保存すると。でそれからまた ここれとということを実行するためにはバーチャルの環境に行うためには、えー、もちろんそのコストをも負担する必要がありますがデータが安全に保存されているということその国のデータ主体というものを保存すると保護するということそれからアフリカシングルデジタルマーケットのためにこのデータに あ大陸全体に渡りますデータのインフラの構築がまずは必要になりますすでに大陸の一部に関しましてはそういったインフラはできておりますで物はできてないところもありますデータのストレージ例えばその南アフリカに関しましてはこの大陸においてコストベースなアクセスをアフリカの諸国に提供しておりますよりコスト効果的にアクセスできるようになので、まあ、現実に 応じててアフリカがここののデータの流通から恩恵を受けるよううにということいい考えていますテクノロジーの話になりますとデータはそれを保存してそしてそれを加工して共有してそして課金をするということそのこれは公的なデータであれば商業的なその価値があるようなデータに関しましてですねそして重要な質問がありました、えー、富士インシチュートの方ですから。 まさにそれはガバナンスの問題だと思います。我々が今抱えているガバナンスの問題です。何らかのコンセンサスをグローバルガバナンスに関しまして合意するということです。国、地域での調和、ハーモナイゼーション、ポリシーの確率、そして今テクノロジー自体が大きく変わってきておりますので、実際に執行という点から考えますと、これはデータの保護に関しましても、 偽情報だとか、まあ、いろんなししましてこれはグローバルガババンスすだと思いますグローバルで協力をして対応する必要があるとで大企業ビッグテックの方ですけれどもこういった企業がデータを今現在持っていますのでそしてらかのその基本的なコンセンサスも必要になりますまあ基本的なコンセンサスというのは大変今現在分断された状態になりますなので 二世のコンセンサスではなくて例えばその人権という原画というものを人,人,人間中心という言葉に落とし替えて対応しているわけですけれども一方で歴史的に無視された問題がありますそれは人権の他の側面があります経済の正義という点です単にプライバシーの人権だとかまた AI の 時代ににななったンというようよコンセプトもあります世界の多くの方々が、まあ、こういった権力アナログでは持ってないということでデジタルの権利というものがその規範的なコンセンサスとして目指しているところになりますがで人々は その権力を実行できないということがありますそれは開発の段階だとか経済の段階が落ち着いてないと。でリサーチ ICT アフリカの立場で言いますとグローバルデジタルコンパクトに関してはこれも大変重要なプロセスですし今現在、えー、今週もデジタル特使が議論に参加してますけれどもデータのコンプライアンスレジームだけではなくてそれだけ,だけでは、えー 不平等というものは対応できませんし、これは事務総長もおっしゃっています。データジャスティスというものを見る必要があります。どのようにその構成の結果というものを出していくのか。で、倫理というものに関しましては、平等の参加、それから法制性ということに関しまして、デジタルの不平等性というのを解決する必要があります。アリソンさんどうもありがとうございました。では、チャールズさんどうぞ。 ありがとうございますで先ほどデータロスの話されましたよねメタデータが損なわれるというふうな話それについてお話をしたいと思うんですけどもプライバシー法の下ではそのデータは使えないことになってます企業はですね。ででも AI であればば例えば ちょっと話は違ってきますけれどもこの AI システムというのもデータベースに育っていくわけですですので知財とのの間ででバランスが必要なものです何が OK で何が OK じゃないのか何がプライバシーとして OK でそうじゃないのかそれから AI のシステムがその目的に資するために機能するためには何が必要なのかという間にはバランスが必要です。それから データを別の国に保管するという時の話もありました。それはその準拠法が変わりますよね。その例えばある企業がそのデータを別の国に置きたくないという場合も生じると思うんです。例えば、何年ももとて銀行の話をしますよね。私の銀行、私はその国の銀行にお金を預けるかどうかというのは、その銀行の評判によりますよね。 ですからデータも同じようなことだと思うんですなので私たちのデータはその国で安全なのかどうなのか例えば天才にあったりしないかなどなどを考えるで、それをちゃんと配慮している企業であればそこにデータはあってもいいと思うんですけどもそれも同じようなことで国によっても各国の法律が違いますですから国によっては外国にデータを置ける国とそうじゃない国というのもあるというふうに思ってます で、ありがとうございました。それからあちやんさんどうでしょうか？はい。プラットフォームに関しては、これはデータが来た時のツールになると思うんですけども、プラットフォームっていうのはアクセラレーターだと思います。プラットフォームがあって、そこにはデータがそこに残るという風うなものだと思うんです。でも。 プラットフォームが分断してしまうとプロジェクトベースで何かのデータをあるパケットに置いておくとあるいはプロジェクトベースであっても企業内であってもそれがそのプラットフォームごとがつながっていなければ共有できないそういうことだというふうに思います。それははよくかかりますプロジェクトに関しては3年間とかという,ふうな期限を 限ったものがあると思いますでプロジェクトが終わったとしても数年間はプラットフォームは残っていてでもその後それが閉鎖されてしまうというふうなリスクがあると思いますそうすするとデータは損なわわわれれててししままううう失けですそういう場合にはそのインターナショナル国際的なその例えば科学的なカウンセルがデータシステムを うんを使ってそこにデータを保管するというふうなことが可能になるのではないかというふうに思います。それがあると、そのデータシステムの関連している国であれば、そのそのシステムに載っているデータが半永久的に保管され、誰にとってもアクセスができるものになるという形になると思うので、それがプラットフォームの アクセスタイプの1つになるといいう,うに思いますなので国地域の IGF のイニシアチブとしてこういったことができるように支援していくということが必要ではないでしょうかつまりここにはリスクがありますよ例えばプラットフォームによっては完全にクローズされてしまうのでそこにあるデータをどこかにマイグレーションしなければいけないとじゃないとプラットフォームの技術とかデータが失われてしまうという時にはナショナル NIR のようなものがそれを指摘するというふうなことが必要ではないでしょうか場合によってはソフトをきちんとアップデートすると広報互換性がなくってその古いデータが新しいアプリケーションでは使えないというふうなことも派生しますのでそれに対しては今のご質問のお課題なんですけれども私たちにとっては大きな課題になるというふうに思ってます。おっししゃるとりりですねありがとうございました どうですか今いろいろとこのラウンドで質問がありましたけれども、えー、どうでしょうか。キャステさんですあと15分しかセッション残ってないみたいなのでまず最初アプリケーションについてなんですけども国際的なレベルにおいてはフランスの方においてはですけれども 何人も法の上には存在しなないいとなっていますですからそれはラテン語でもあるんですけどもじゃあどうするのかということなんですけども国際的なレベルではじゃあどうするのかということになりますけどもまず私どもとしては一緒になって枠組みを作る必要があると思っています。 それは全ての人にアクセスができるもので簡単に理解できるものでなければならない一般市民も国も理解できるようなものではなくてはならないそしてそのフレームワークは国際組織の中で作られるべきだというふうに思っていますそれから国際デジタルパクトの話が何か言及されましたけれどもそれもその中に入れていくということが必要ではないでしょうか。で 先ほどデータガバナンスの質問もいただいたと思います。あるいは AI のガバナンスについてもお話があったと思うんですけれども。同様にじゃあ 今の AI というのは昨日は機械学習あるいはあ昨日は単なる計算機だったけれども全く違うものになっています。ということでデータが AI が成長していくためには重要でその逆もまたしっかりということになるというふうに思うんです。で今は AI はデータをベースに成長しています。なのでこういうグローバルパクトを作ることがチャンスとして 国際的な協力が強化できるんじゃないかと思いますグデルス事務総長もそのようなことをおっしゃったように思いますですので IGF もきちんとそれから地域のイニシアチブも自分もきちんとその立ち位置を確保してその中での活動をしていけるというふうに思ってますそれによって ここと、それから国際的な場所と、それから各地域、あるいは各国における議論が、市民と一緒になって議論をして、そして現実に根を置いた、非常にその実践的なソリューションにつながるんじゃないかというふうに思っています。それから最後になりますけれども、e、EU はご案内のように、デジタルの10年。 という活動を今しておりますけれども人を中心にしたアプローチを AI とそれから振興技術に対して取ろうとしていますで今文案を起草しているところですけれどもこういった今の問題に対応する文案になると思いますそれから第4次の新しいサイバーセキュリティの枠組みに関しても信頼それから個人の 市民がデジタル環境にに信頼をを置かななななけれればならいないというふうなことうこ中心に起されます個人の市民としての何がリスクになっているのかというふうなリスクというのがリスクの理解というのが重要だというふうに思うんですけれどもでそれがまさに教育をしてデータとは何ぞやとかあるいは何をそのデータに関して処理をしているのかとかどうしたらいいのかとか あるいはデジタルサービスがあるいは AI がデータを使う時にはどうなるのかいかに使われるのかなぜ使われるのかというふうなことを高めるデジタルリテラシーのための教育というのが必要だというふうに思っていてそれが責任あるいは透明性を高めるというふうに考えています。 ありがとうございましたそうですねアウェアネスというのが鍵ですよね理解というのも鍵ですそしてえ、全てこのディスカッションや対話に関して意思決定に関して全ての人が政治のみならずいろんな人たちが参加するということが必要だというふうに思いましたではまた質問を募りましょう手を挙げて組織をおっしゃってくださいあ、オンラインでも質問来てるんですオンラインの方からまず質問を取りますねこの質問はモハマド・ハビーブさん チャドの方からなんですすけどもルシアさんに質問で,すで英語で訳しますと「データコレクションを政府が行う時にはどうなのかと」とそして企業がその会社と契約を受けてそのデータを処理する時にサイバーセキュリティ上の影響っていうのはどういうものなのかというふうに疑問を持っていますという質問が来ています。いかかがでしょうか あはい回答してもらうためにフロアの方からの質問をお伺いしたいと思いますマヒールと申します IGF スリランカに所属しています私のステートメントですグローバルの問題はグローバルレベルでのソロショーが必要になります2019年ウィンサーフがベータカーファランスフレームワークを提唱しそして BBC のインタビューで サラスに関しまししままてもいらっしゃいます今現在これが現実になって UDPRUK のオンラインセーフティービルそれラかカのセーフインターネットビル法案ができておりますこのような法案の中で良いデータガバナンスのプロセスというものが記載されていますということでいろんなことを実行する必要があります一方で ステークホルダーの関与というものがオープンで、えー、透明性の議論のためには重要になります。その時に、えー、市民社会組織のサポートも必要になります。いいデータガバナンスを作成 <laughs> 作成するためには、えー、その市民社会団体の参画が不可欠であると思います。はいありがとうございます皆さんこんにちはスマノラ,ラオシナと申します。 ブラジル igf のコーディネートをしていますコメントです。先ほど私の同僚が言ったことに同意いたします。信頼の重要性です。データがバランスのプロセスにおいてです。それを実行するためには。データの利用が良い目的であると善良な目的であると。すなわちその力から誰もが恩恵を受けるということ。 ということが必要になりますその中で新しいテクノロジーも生まれています責任のあるデータガバナンスが重要になってきていますま今回の IGF でもたくさんの議論がありましたまそれ以外のインターネットガバナンスフォーラムに関しましてもディスカッションが行われておりますブラジルもそうですその責任の中にはデータ保護法の強化 規制の強化ですブラジルもその以外の国も各国の法制においてそのようなことを行っています我々はダウルが言いましたようにブラジルのジェネラルデータプロテクション・ローというものがありましてポルトガルで LGDP と呼んでおりますけれどもそれから戦略もできています教育それから認知度を高める国民の間での 認識を高めるとといいうことも戦略に入っててますそして人間中心、そ,そして身体性ができるテクノロジーを設計段階からということも戦略に入っています。その中でマルチステックオークホルダーのアプローチを取ってグローバルのデータ ガバナンスに関します基準、そこで人権とデータの保護とその活用というところでうまくバランスを取るということが重要だと思います。ありがとうございます。では最後の質問お願いしたいと思います。皆さんこんにちは。マシェイラと申します。i g フランスのコーディネートをしています。 こちらににありますようにフランス語でお話をしたいと思いいますいろんな言語を使えるというのは素晴らしいと思います。まあ、国連の会合においてですねそうしませんとその言語の多様性というのは失われますから、まあ、そこでダイナミックコーリッションの話ですがインターネットの中心においてさまざまな IGF の地域また国のミーティングでもディスカッションされています。 この進化ですけれども特に匿名のデータと責任性に関して個人データの保護そしてまた誰が誰に連絡をしているの誰が,誰がその攻撃をしているのかというその知る,知る権利ということに関しましていかがでしょうかではお願いいたしますチャールズさんはいありがとうございます セバスチャンンさん大変重要なポイントだと思います質問に回答するときにジャルナート・バルナー・チョイスさんの話をしたいと思います。偽情報というのはより危険であると言っています。その無知よりもより危険であるというふうに言っています。 ここれががさんがおっっししゃったととにも関係していると思います我々は本当にうまくバランスを取る必要があります。まあ、バランスという言葉をたくさん使ってますけれども我々は情報に関しまして人がフォローするような情報でこれはそのアウェアネスというところ認識我々とのその介護においてもお あらゆる人を後押しするためのインターネットというところで議論をしているわけですけれどもそのユーザーの方々が必要なその知識というものをどのように獲得するのかということなのでその認識を高める認識を高める教育というのが重要だと思いますそれから先ほどの質問にもありましたように最、ま、も重要なあその情報に関しまして何が重要なのかということに関しましても はい、定義をしていく必要あると思います。はい、ええー。あまり時間がありませんので、手短にお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。私も。先ほどの言及に関しまして。お話をしたいと思います。それなんかの、えー、安全性の話がありましたけれども。ええ、特に先ほども言いました点でもありますけれども。 この合法制度とか法の支配という点に関しましてそしてプロセスメカニズムについて言及したいと思います特にスれなんかの安全性デジタルサービス法案というものが今提案されているということでまた市民社会の参画というお話もありましたより良い コンサルテーションを行うということに対してまた UK の AI 安全性法というものも提案されていますがまたアメリカにおいても法案が提案されていますそこでまず監視タイプのまた表現の自由というものを安全性の法制のもとに抑制してはならないと法制そしてグッドプラクティスと呼びますけれども 人権のフレームワークの中から憲法上の保護だとか、えー、その権利というものを守るそしてデータの保護の法律においてもそれからサービスセキュリティの法もそうですけれども違法,違法な国家の,その監視だとかこういったものは、えー、抑止、えー 抑止する必要があるということだと思いますまあ、プロセスに対します説明責任もそうですしまた政府以外の専門能力も必要になりますのこの政府というものがその攻撃になるということを保障するためにということですナウルさんあり,がありがとうございします。たコメントがありましたどのように政府が情報を管理するのか そしてまた民間企業へのそのデータの伝送に関しましても質問がありましたまず政府はより大きな責任を負っていますその法律を守るというところにおいてもそうですなので例外というのはありません政府だからといって例外はないわけですもちろんこれの中にはさまざまなデータの管理のに関しまして 違う取り扱いをしているところはありますけれども、民主国、自由国というものは、国も民間の企業も同じ責任を持っている、または国のほうが責任が重いという状況がございます。ラテンアメリカもそのような状況です。なので、情報、政府から民間へと移行するときには、その条件というものは、法的な枠組みの下で行われるべきだと思いいますはい、ありがとうございます。 チャンスありますか、はい、政府はビッグデータを持っていますで。政府は大きなデータを持っているというのはそれは間違いありません。従ってそのビッグデータというのは価値があります。その政府のデータを民間セクターに移管するというような場合、またはその研究だとか大学機関に移管するということはそれはいいことだと思います。中国においてはそのようなポリシーがありまして、 どのような政府のデータをどのような民間企業に移管することができるのかということも決まっておりますそして規制もありますライセンスもありますデータを得るためには許可が求められますそれはいいことだと思います そしてよりデータ多くのデータが利用できるようになることでまたその公的に利用できるようになることで、えー、社会経済の開発にもつながると思います短くありがとうございましたじゃあどうですかガスティさんありがとうございます私も短くお答えしますデータ保護に関してなんですけれども私たちフランスにおいては 78年の委員会の設立法にまで遡ることができるというふうに思いますで、詩人のデータのアクセスに関してはそこで保護するということが定められましたで、より幅広いガバナンスデータのガバナンスに関してですけれどもここはリサーチャーがデータにアクセスができなければならないということそれから何が行われてたかということも理解する必要があるということが 書かれていますアクセスも乱用の対象になり得ますから例えばその偽情報に関してもアクセス市民がアクセスをする時にどうなるのかというふうなことともの関連で議論をされたりしますので。 でもいずれにしても協力をすることそれから透明化することによって私たちが達成しようとしているマルチ・ステークホルダー・ガバナンスが体制できるというふうに思います。ありがとうございました。で本当はパネリストとして参加したかったけれどもこのディスカッションには出られないので一言申し上げたいというふうにおっしゃっている人がいましてそんな方の言いようとしているのは新しいことを考える そしてこんなような複雑な問題に関する解決策をすぐに簡単に見つけるというのは難しいだからグローバルで協力をすするる必要があるといいう,うにおっっしゃっていますそれからやはり複雑性がデータセキュリティに関してはデータ保護やプロ,、えー、プ,ロダクプロテクションに関してはものすごくその格差があるのでインターネット 上では国際的なエコシステムレベルでフレームワークを作る必要があるよって政府が加入するそれからマルチステークホルダーのアプローチというのはうまくいかなかった例えば国連のシステムの中でも何回か介入を試みたけれども結果が出なかったというふうなコメントをしていらっしゃいますまあ、これは本当におっしゃる通りだなと頭の痛い問題ではありますけれどもどうでしょうかナイジェリアからの 同僚セクンゴロビレさんちゃんと名前を発言発音できてるでしょうかこれに関しては本当どうもありがとうございましたでスピーカーの皆さんにまとめをしていただきたいんですけどもこのセッションをまとめるとすればどうでしょうか1分以内で皆さんなんかまとめの一言をいただけますかありがとうございます。いわ 全体像が欲しいといととうことですかまあデータガバナンスデータプロテクションどうやって安全にデータを保管するかというふうな話がありましたよね。それからまたデータが例えばそのビルで火災になった時にデータがなくならないような形で保護されなければならないというふうな話もありました。なのでアリソンさんが。 データをクラウドに載せるあるいは異なる場所に置いておくということを言及されたわけですそれによってデータがセキュアになるということになるわけなんですけれどもでもアクセスがどうなるか 複数の箇所にデータを保存しておくというのが多分ベストプラクティスなんだと思いますけれどもクラウドにおいても1箇所ではなくて1箇所以上の場所に上げておくというのが重要であろうというふうなことでそうするとでもデータソブリンティーの問題データ主権の問題が発生するということにもつながります。 例えばデータが別の国に保管されているからといってその国の法律が準拠法になるわけではなくてあなたの国の法律が準拠法になるというふうな形でデータの保護あるいは個人情報のプロテクションをきちんとしなければいけないという根拠とすることができます。こんな感じでしょうか ありがとうございました非常に素晴らしいまとめをいただいたとと思います我々としては一生懸命頑張って意見とかあるいは質問を受けたいというふうに思ったんですけどもいずれにしてもマルチステークホルダーというその主義をこれからも進めていきたいというふうに思っておりまして専門家の意見とかあるいは皆様方がやっている作業が多分もっと これから固まっていけばいいなというふうに思っております IGF としては以上になりますのでパネルの皆さんにまずは素晴らしい発言についてそれからまとめについて拍手をお願いできたらと思います私どもとしては以上にしたいと思います